燃料費の高騰や海外需要の高まりで今カが、カニが値上がりしているということなんですけれども、はい、あのちょっとねカニが高くて食べられないということであればこちらそんなこの状況を作ってくれるかもしれないとして注目を集めているカニ風味のこのかまぼこ。いわゆる カニカマのこの無限の可能性について今日はちょっとお伝えしていきますさあ皆さんいかがでしょうこのカニカマただの練り物と侮ってはいませんかいかがですかいやカニはカニカニカマはカニカマってご覧になっている方は思ってるんじゃないでしょうかそうですねあの皆さんちょっと進化かなり驚くかもしれません というのもちょっと見ていきましょうカニのこの値上がりの中でカニカマの市場というのにもちょっと動きがありましてカニカマを扱います金鉄デリカフーズによりますとカニの需要が高まる年末年始に向けてやっぱりこの今はカニが高いのでこちらの2商品を新たに発売します満腹ほぼズワイガニそして大量ほぼタラバガニ <laughs> こちらこの2つというのは 家族でカニパーティー気分が味わえるように、まあ、通常よりもより本物のカニにに近づけてそして大量に大きいサイズのカニカマを詰め込んだこのスペシャルパッケージになっているということなんです、ね、あの先ほどこちらはまだ販売されていないんですけれどもあの通常パッケージのほぼズワイガニの方を皆さん食べていただいたと思うんですけれども、うん、小松さん、いかがでしたズワイガニ、あいたただきました、はいえー、ほぼ ワイガニですかに <laughs> ね、まあまあ、カニカマは、えー、まもう、ね、ご覧になってる方は、はい、いやとは言ってもねっていうふうに思うと思うんですけど、うん、確かに食感は、はいまあ、カニカマかなり良くなってますけど、えー、ただびっくりしたのはね風味、うん、鼻から抜ける香りは。 ズワイガニに相当寄せてきてるなっていう感じがして、本当にびっくりし,ました,ったですよね。なんででしょう。もう進化がやっぱりすごかったと言いますか。まあ実感していただけたかなと思うので、続いてちょっとこちら見ていきましょうか。その進化もありまして、はい、いろんなところに影響出てるんですね。ええ、代打の切り札としてのカニカマと題しまして、どういうことなのか、ちょっと見ていきましょう。あの例年ですと、カニの食べ放題を実施している飲食店、北野家族新宿店さんに聞きました。うん、ちょっと今年状況違うようでして、うん、今年は。 今日からスタートしたんですけれどもカニ釜鍋の食べ放題が始まったそうなんです<ー>60分1280円<は>とってもリーズナブルなんですが、うん、どうしてこれ始まったかと担当者に聞きました、はい、やっぱりこのカニの高騰で食べ放題用のカニが確保できなかったと、うん、ただ、お鍋だったらカニ釜でも美味しいはずということで。この カニ釜鍋食べ放題実現したそうなんですね気になる味どうなのかといいますと、うん、担当者によりますとまだお客さんの反応はねまだ販売は今日からなんでわからないそうなんですが社内の試食会で和風だしでお鍋にしたこのカニカマは カニと間違うほど美味しいと大好評だったとんいやあのお鍋の中に入れると、はい、より、本当にあのカニに近づく感じはありますね食感もそうだし少し柔らかくなるからねなおらそうなんですよ、えー、風味も増すのかもしれません。んうん、ということでこのお鍋にするとよりカニに近づくということは調理法次第だったらもっともっと高み目指せるかもしれないということでこちらまだいきますか。行きましょうあのう 杉尾さんというのは<ー>カニカマメーカーのもう先駆者かにの先駆者で老舗メーカーなんですけれども100以上のカニカマレシピをホームページで公開していましてその中で本物のカにに近づけるレシピ2つ教えていただきました1つ目、大人のカニカマバターホイル焼き焼き目もついてね本当においしそうなんですけれどもこのやっぱり焼くことによって歯応えもアップしてバターを使うことによってうまみも増すということで本当におすすめということでした。焼き、えー、ですねねし そしてもう一つがこのごぼうの炊き込みご飯ということでこちらあの焼くあの炊き上げることによってふっくらとカニらしさ満載の料理になるとさらにはカニカマの出汁と香りで本物のカニ料理に近づけるということなんです森がかにかマってこう今までそのまま食べるというイメージだったのでレシピ、作り方によってはいろいろ。 な味を楽しめるんだなと今は気がつきましたあの可能性無限大覧ですこれ、ね、<ー>でも本当に一,一口食べていただいたらもうわかると分かっていただけると思います,す、ね、本当に多分一昔前のか違うよりもさらに進化を遂げているっていうのを、ね、皆さんにちょっと実感していただきたいですよねあのほら釜飯のあのあれあるじゃないなんか台があの木の台があって釜が入ってる、うんはいる、はい、あれ買ってきてそこに入れたら、うん、本当にカニ釜飯 にになるよね確かにいいねあの今の聞いてちょっとやってみたいなっていうのを本当に思うんですけれども <laughs>、ね、ただ、この杉尾さんが目指している高みというのは調理法だけではないんですよね。<え>あのリアルもさらに追求した新商品開発していまして <laughs> それがカニすぎーよというカニカマ専用のピックつ <laughs> まようじというまあ感じのものなんですけれどもこのカニの足を模しましたピック作っていまして今、開発中なんですけれども<え>それを かにかま装着して食べると大い味ですよねしゃぶりつくような感覚をこう味わえるとこのお子さんもね美味しそうに食べてますけれども満足感を得られるということで左上の写真のそれを売り出すわけだそ,れであそうなんですあの来年の春に発売予定なんですけれども刺して食べ,して,食べてしゃぶりつく感覚。<laughs> <い>あのあの下の向いた状態に そう持っていくのが大変なんですよそうですよね結果,結果中のあの骨っていうんですか、えー、あの透明なやつだけ抜けて結局あとほじくって食べるっていう感じでしょ綺麗に向けないですよ、ね、あれを作るフラストレーションを考えたら絶対こっちの方がいいですよ、うん、いいねいいこと思いついたなって本当に思いますの夢のような カニすぎイオカニカマ千葉ピー。来春、来年の春。あまだか、はい。年末年始なんですけれども、ね、ちょっとね楽しみに来年だから冬あたりに<や>お<ー>楽しめるかもしれません。いいということで以上京都びでした。ジェイちゃん。10月から新たに生まれ変わるスーパージチャンネル。私たちがお伝えします。